どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。全く寝てないのに12時からキングダムコラボが来るのに体が震えてますよ、これです。果たして僕は今日持つんでしょうか。まあそんなことは置いといてですね、今回なんですけども、こちらでん、1時間後に開催キングダムコラボガチャ引くべっかについて話していこうと思います。はい、キングダムコラボガチャですね。なんと魔法石10個と結構強気なね、価格設定になっていて、で、星7、星6、星5すべて武器が存在して、キャラはあくまで進化前のみですね。変身キャラもいず、進化後キャラとかもいないって感じになります。進化と武器2種か、進化前と武器2種か、進化前と武器1種って感じのみになってます。はい。っていう感じのキングダムコラボですね。まあ今日は引くべっかについて話していこうと思います。まあ先にまず本題のね、引くべっかについてなんですけど、まあもちろん引いて損はないので引くべきです。はい、まあやっぱり新キャラがね、結局いっぱいいるので、まあ武器含めて持っておきたいっていうところと、まあ何引いても初ゲットにはなるので、まあ引いておいて損はないですね。ただ結構これは僕の意見になるんですけど、キングダムコラボは強いキャラが少ないコラボだなという風なイメージがあって、もちろんですね、このキャラたちの中に強いキャラっていうのはいるんですね。ちょっと後で強いキャラだけ紹介しますね。全キャラ解説は昨日あげたんで。そう、何体か強いキャラっていうのはいるんですよ。ただやっぱり総合的に見た時に弱いキャラの方が、弱いってわけじゃないんだけど、なんて言うんだろう、普通のキャラって言えばいいのかな。なんかそんな別に持ってなきゃもうパズドラについていけませんみたいなキャラがやっぱり圧倒的に少なくて、でリーダースキルとかも見てて思ったんだけど、例えばこのキャラで言うとリーダースキル見てほしいんだけど、水かきを攻撃してダメージを半減、攻撃力23倍、固定で7万ダメージ、まあここまではいいんだけど、水の HP が 1.7 倍のみなんですね。回復倍率もないし、まあね、 HP1.7 倍しか倍率もないとなった時に、じゃあ他のキャラがどうなんだって言った時に、まあ全パル2倍半減とか今普通にいるじゃないですか。そうで、昨日ですね、昨日っていうかこの前強化入った、例えばこのモンスター強化情報に関してもなんだけど、じゃあ例えばこの進化されたキャラっていうのはどうなのかっていうと、例えばスクルドとかで言うとこんな感じで、ちょっと条件は厳しくなるけど、言うてバランス全パル2倍に半減とかね、マシン全パル2倍半減とか、もちろんタイプ条件があるので、こう一概にそういう比べ方をしてもあれですけど、やっぱり総合的に見てもちょっと控えめ性能なんだよね。その割には石10個とかなりコストは高くて、なのでもちろん引いていいし、新キャラゲットしてほしいから引くべきではあるんですけど、まあてか引くんですけど、どうせみんな、うん、もう僕も引くしね、引くんですけど、ただ個人的には、例えばじゃあこのガチャでキャラを引けなかったからどうこうだって言われたら、そんなことはないと思ってて、キャラ自体はこのガチャ一回も引かなくても別に環境自体はついていけると思います、キャラ自体はね。まあ例えばなんでかっていうと、今現状のラフィーネ編成とかのテンプレに、まあこのキャラたちが入ってくることってまあほぼないんですよ。なった時に、じゃあ別にキャラは持ってなくてもなんとかなるんだけど、じゃあなんで引くべきかって言ったら、やっぱり武器が強いんよね。武器に関しては本当にこのコラボはズバ抜けで強い武器が多くて、やっぱり武器要因では確保しておきたいというところが評価高いかなって感じ。まあまた当たりキャラランキングとかも近々動画に出すと思いますが、そういう点も踏まえると、もちろんね、そのキャラよりも武器の方が強いから引くべきではある、ただキャラは微妙、そんな感じが今回のキングダムコラボかなと思います。はい、まあね、こんな僕がね、ちょっとね、こう一概に弱いってわけじゃないので言いづらいんですけど、結構こういう風にね、いつも僕最強ぶっ壊れチートみたいな感じで言うじゃないですか。でもあんまり言えないって感じが今回のキングダムコラボかなって感じです。はい、まあ引くべきについてはこんな感じですね。ここから当たりキャラ紹介していきます。で、僕がね、ある程度見てて思った当たりキャラ何体か紹介してますね。まずちょっと今回僕がズバ抜けで当たりだと思うキャラはこちらですね。リボクです。このキャラだけはちょっとズバ抜けで当たりかなと思っていて、覚醒がバインドスキブ4指3色攻撃4つにボイス覚醒持ち、超覚醒はスキブ3色攻撃創作耐性です。で、まあ、正直マトリフがやっぱりね、進化スキルも不要でエンハンス打てるんでめちゃ強いんですけど、これ見てほしいのがね、こちら。まず進化前6解除に火水光闇の4色陣に変化、1ターンヘイストスキル進化で、進化後6ターンチーム内の3色攻撃強化の確実に押して攻撃力が上昇と、まあ、これがマトリフの代用で使えるんですね。まあ、昨日も話しましたけど、やっぱり3色攻撃強化でマトリフの代用で使えたりとか、あとはフェノンパーティーで使えたりとかね、現状3色攻撃強化結構流行ってはいますので、やっぱり多色寄りの編成で使えるっていうところは評価高いかなって感じになってます。はい、まあただこのキャラに関しても、まあ別に持ってなくてもマトリフさえいればなんとかなるのはなるかなって感じではある。やっぱり進化スキルがあるので、そこは少し使いづらさもありそう。まあエンハバイレスもよるんでね、そこら辺も楽しみですね。で、こっちの武器に関しては、バランスタイプ追加4色攻撃にチーム回復2つ持ちで、スキルも4ターンダブル吸収無効6解除6色陣と、もう強いよね。
マイカの武器も3色攻撃強化にスキップで5ターン自分とバランスの攻撃力3倍に 35% グラビティとかなり優秀なキャリーになってます。はい、まあ、リボクに関してはやっぱりキャラ性能が3色攻撃強化で軽く戻せてかなり強いかなと思います。まあ、このキャラマトリフぐらいしかね、似たようなキャラがいないんで十分一軍として使えると思います。で次に王騎ですね。まあ、やっぱり王騎もね、体力タイプの全パラ2倍に水2コンボでダメージ半減、攻撃力9倍4コンボ加算で、指10秒固定はあるものの、まあ、言うて水2コンボ組んでいくだけなんで軽く視野も出しやすいし耐久もあって、まあ、悪くない性能してるかなと思います。はい、進化スキルは3ターンサムの攻撃力2倍、1ターンヘイズスキル進化で、最初段階は1ターンダメージ無効貫通、左から2列目縦1列を水ドロップ変化です。まあ、3ターン無効貫通も打てるんで進化スキルがあるものの、まあ、ちょっとは強いかなって感じ。でまあ武器も体力タイプ追加武器でいい感じですね。まあ、ただ奥義に関しても別に必須キャラでは全くなくて、あくまでキングの中だと当たりで強いけど、別に環境最強クラスに入ることもそこまではないんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、火力は高いけどね、やっぱり水属性で環境最強に狙ってくるってなるとよほど何かしらメリットがないとね使えないからね。やっぱり今単色は闇光か、まあ、多色って感じなんで、ちょっとそこは厳しいかなってところもある。あとは芯ですね。はい、芯に関してはもう本当にね、この王騎が4コンボ加算で、芯がこれ全パラ 2.7 倍に 30% 軽減、攻撃力9倍、固定300万ダメージなんで、こっち追い打ち要因で使えるんですよね。だからこの2人組み合わせればちょっと強そう。でスキルは1ターンの間ミスと自分の攻撃力が2倍、ロック解除に水回復ロック生成が3ターンって感じになってます。このキャラ枯れ駒出せますしね、悪くはない性能してますね。はい、芯ちゃんと体力タイプ持っているんでね、相方としても使えるかなって感じになります。まあ、この3体で、あとね、個人的にちょっとね好きなキャラがカレオテンで、スキブ4に無効貫に10強に光コンボ強化にボイス持ってて、小学生がスキブ10強超つなげしたんですけど、このキャラ光スクルドと相性がめちゃくちゃ良くて、まあ、火力自体も10強10強にね光コンボ強化で火力出せますし、進化スキルは消せない場合の覚醒無効全回復、1ターン指 1.5 倍スキル進化、その後が1ターン落ち込なし回復指サブの攻撃力 1.5 倍ドロリフが5ターンって感じになってます。はい、まあ、ドロリフ自体のスキルも悪くはないし、リーダースキルがねバランスタイプに倍の耐性を付与、 HP が 1.8 倍、光2コンボダメージ半減、攻撃力20倍3コンボ加算です。で光スキルがバランスタイプで倍の耐性がなくて追い打ち持ちのキャラなんで、マジで相性いいんですよね。光スキルと結構強いなと思ってたんで、カレオテに光スキルドは比較的使えるかなって感じですね。まあ、ここら辺のキャラたちが個人的に見ててまあ使えそうだなぐらいの感じだったキャラたちで、他のキャラ自体も別に全体的に弱いわけではないんだけど、なんか人権クラスの性能かと言われればそんなことはないなぐらいの評価で止まったって感じですね。まあでもね、これあくまで僕の今の話って事前評価なんですよ。そう、結局使う前の評価なんで、まあ使ってから評価変わる可能性はあるんで、まあまたね、強いキャラっていうのは僕のチャンネルの動画で無限に上がりますんで、まあそれ見てね、あ、このキャラ動画上がってるから強いんだな、あ、このキャラ100回のランスリー行ってるからあんまり強くないんだなって感じでイメージしながら見ていただければなと思います。はい、まあという感じでですね、今日はキングダムコラボ引き別会について話す動画でした。まあ結論から言うと、まあこのキングダムコラボに関してはガチャ引いていいです。やっぱり新コラボなんでね、引いて損はありませんので引いてください。ただですね、ウルトラマンコラボのね、開催も決定しますので、まあ、例えば2週間待ってあげるとかね、ぜひともですね、余裕を持ってガチャ引いてあげるようにしてください。ということで、今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。